じゃあこんにちは、はい、スタン・ユタカさん、おどこよりも早い、うん、ベストナインおじさん、ユタカさんの、はい、ベストナインおじさんなので、これはやらなきゃしょうがないな。どこよりも早くも出すしかないですよ。出す負けてらんないです。いや、そうですよ。というわけで今日はまず、うん、セ・リーグの、はい、ユタカさんのベストナインを今年の発表していただきましょう、はい、全体的に見て、うん、選んでみてどんな印象がありました？ざっと、まあまあ5だろうなっていう。なるほど。ただ迷った箇所は何箇所かあったけどね。じゃあちょっとその迷った箇所も後で説明していただくとして、まずはピッチャーです。はい、はい、まあ青柳、あ、取りましたもん、ね、まあ最多勝、はい、まあ栗と分け合ったんだけどさ、はい、悩んだのは柳と悩んだ。ああ、中日の、はい、防御率と奪三振を取ってんだよね、はい、まあ勝利が2つぐらい空いたのかな、うんうんうん、13と11だったかな、はい、これ1つだったら俺柳にしてたかもわかんない。これなんでかっていうと、はい、やっぱ防御率と奪三振っていうのはピッチャーにとっての勲章だと思うんだよ、はい、で最多勝っていうのは他力本願的な打ってくれなきゃ勝てないというところもあり、はい、だからちょうど迷ったんだけどね、はい、で青柳は勝率も取ってるしさ、はい、でお互い2冠なんだよ。そうですね、だけど、まあ、2勝の差っていうのはやっぱり大きかったなっていうふうに思って、うん、まあ、青柳にした。おお、青柳投手、雨柳さんだから、はい、天候の悪い時にずっと投げてるからそうですね、まあ、それも考慮に入れて。そうですね、よく雨柳さんってよくファンの方よく言う、まあ、青柳先発ってあ明日雨だぞみんなそこでね、天気予報より当たるという。いや、そうなんですよ。 そうね、それで、はい、まあ、中継ぎ抑えは、はい、まあ、ヤクルトの清水、まあ、ホールドのタイトルを取ったし、はい、でスアレスは、まあ、抑えのタイトルを取ったという。そうですね、うん、でそのスアレス投手2位が、ね、栗林投手だったんですよね。あ、まあ、そこはやっぱりスアレスだな。あ、まあ、そこはそうですか。まあ、安定感はお互いにあったけど、はい、やっぱり数だよな。まあ、圧倒的な、まあ、しょうがない、ね、そうですね、はい、さあ、そしてキャッチャーです。はい、キャッチャー中村、ヤクルト。おお、やっぱあの投手陣、戦前の予想ではヤクルトが最下位、その理由に投手陣の不安定さ、はい、ちょっと弱いんじゃないかって言ったところをよく引っ張り出してきたよね、はい、うん、まあ、それとやっぱり打つ方も、うんうんうん、コロナで2番に入り、はい、でコロナが落ち着いたら6番に入ったという、まあ、打線のそのつながりの中で中村はこう欠かせなかった存在になった今年、はい、だからキャッチャーもさることながら打つ方でも中村は素晴らしい貢献をしたという、うん、だからここは文句ないと思う。まあ、梅ちゃんがずっとリードしてたんだけどさ、梅ちゃんも尻つぼみで最後出れなかったからね。最後ね、本当にキャッチャーがね、若手の、そうそうそう、はい、キャッチャー、まあ、FA は楽しみにしたいと思うけど、梅ちゃん、そうですね、こうなってくるとねどうなるか、ね、どうなるかっていうの気になりますけど、はいはい、さあ、続いてファーストです。こう迷ったな。いや、これは試合数とかいろいろ考えたら、はい、俺坂倉なんだよ。おー、カープの、はい、うん、で、俺は牧にやりたいんだよ。まあ、そこは DeNA のっていう、まあ、それもあるし、大学の後輩っていうこともあるしでも、3割1分まで上げたからね、あいつすごいですよね、1分台までに、はい、いや、3割打ったら新人王だって、新人王かなって言ってたのは、うん、みんなそっから上げられないだろうって思って言ってるから、あいなこと言ってたんだよ、多分、はい、上げちゃったからね、3割1分4人です、4人ぐらい、はい、で、打率3位に入りました、ね、で、最後は4番打ったでしょ。すごいですね。ただね、ファーストの最初はファーストで出てたんだよ、はい、でも外が帰ってきてから、はい、セカンドでずっと出てるから、はい、これはね、坂倉に行くのかなっていう感じはするけど、俺の中では、はい、やっぱ牧なんだよね、豊さんの中では、うん、牧、うん、じゃあどうしますか。マキで、いや、だけどこれはね、多分ね、試合数が足りなくて落選する可能性が強いんで、マキ選手ファースト、純粋のファーストの試合数を多分ね、70試合以上ぐらいこなしてなきゃダメだと思うんで、あ、その規定が、規定がね、ある程度あって、はい、だからそうなってくると坂倉だと思うんだけど、それを度外視して、はい、いや、セカンドは先に言うけど山田なんだよ。山田が100打点
100打点上げてんだよ、はい、それね、うん、貢献度としたらやっぱり山田だよ、まあ、セカンドはね、そうですね、そこと競い合わすのはかわいそうだからマキをファーストに無理やり持ってったんだけど、はい、まあ俺はマキにやってほしいなと、ね、まあ、これ豊さんのベスト9なので、まあまあまあ、いいと思います、印象も含めて、はい、ファーストマキ選手、はい、そしてセカンドもね今山田けど、はい、これはやっぱり30本以上ホームランを打ってね、はい、で100打点上げてるという、はい、で優勝にも貢献した、これはもう文句ないと思うんだよね、そうですね、うん、さあ続いて、サード、あ、サードもちょっと迷った、そうですよ、ね、岡本選手とは2冠、はい、2冠です、で村上ホームラン王は分け合った、はい、でも打点でも1打点なんだよ、そうなんですね、でこれが30打点とか空いてるんだったら、はい、岡本だったかも分からないけども、はい、やっぱり優勝に貢献したっていうのは大きいよね、村上が、ということで村上選手なんですね、豊さん、いや、そうそう、村上だって全体的なその MVP も村上だもん、はい、まあ、優勝したっていうのも大きいですよね、そうそう、で優勝した中から投手陣も MVP 候補っていうのは出てくるだろうけども、うん、ヤクルトが優勝したのに10勝の投手って1人もいないんだよ、はい、これも珍しいことでさ、はい、だからもう村上をベストナインに選んどかないと MVP になる男だから格好はつかないですよそうですよね、でもやっぱ岡本のその最後の失速だとか村上が優勝したこととか考えるとやっぱり今年はやっぱり村上だよね、そうですね、あとやっぱりその責任感とか強いって、はい、ああいうところもねグラウンドで見せてくれましたしね、はい、さあショートです、ショートここも迷った、え、坂本おじさん坂本おじさん、坂本は今年はね、はい、やっぱりちょっとダメだな、あ、それあの成績がダメだ、それあのやっぱりそのオリンピック明けからのっていうことですか、まあそうだね、頑張ってたよ、頑張ってたけど、はい、やっぱ小園かな、あー、豊さんは落ちた、いや、それで中野とも迷った、中野選手投了だから、はい、新人で、はい、で、これが史上初の快挙だったら、はい、新人で投了って、その前に近本がやってるんだよね、うん、同じ球団だもんね、そうそうそう、はい、これが50個以上走ってるんだったらあーっと思うけど30個なんですよね、はい、中野が17個エラーしててワーストなんだよ、で小園が10個ぐらいかな、うん、で小園は2割9分8厘、はい、あと1本で3割だったんで、そこまで行ってたんだよ、はい、やっぱりね、私生活のことを考えると小園かな赤ちゃん生まれましたし、赤ちゃん生まれたし、いやでも本当結婚して今年すごく躍進したなっていうのは力にしたな、そうですよね、豊さんずっと言ってましたもんね、去年から小園頑張れ小園頑張れって、いやいや、もう、涙が出ちゃうぐらい嬉しいで自分が選んでるそうですよね、まあまあ、そうなんですよ、いやいや、だけどやっぱ小園っていう選手のやっぱ魅力なんだよ、はい、例えば俺が監督やってて、うん、じゃあ今年ショートの選手を見た時に誰を使うかって言って、俺はやっぱ小園を使うよ、うん、中野じゃない小園を使う、だから小園を選ぶ、うん、ごめんなさい阪神ファンの方、まあ、でもこれいいんですよ、豊さんのやっぱ印象っていうのもありますし、まあ、いやいやもうベストラインおじさんだから、そう元祖ですかね、元祖なんそうだし、あのやっぱりそのなんとかしようというあの気概とか、そうそうそう、気持ちが前面に出るプレーっていうのはやっぱり大きいですもんね、はい、さあそして外野手3名です、これ外野手ね、はい、ポジション別に行くとちょっと違うんだけど、はい、もう外野手だけで選んだ、はい、まずは近本、最短だ、はい、もうねこの出塁率だとか、まあ、ちょっとね盗塁の部分で、はい、部門でちょっと物足りなさはあるけども、はい、でもよく阪神打線を本当に最後の最後まで引っ張ったと思うんだよ ね、 そうですね、最後引っ張りすぎて肉払いしちゃったけどさ、怪我がねあれでしたけど、いやだけどまあ残念だったけど、はい、でもやっぱ近本のこの頑張りっていうのは、うん、まあ、素晴らしかったなっていうふうに思うね、そうですね、はい、さあそしてで塩見、はい、ヤクルト、やっぱねヤクルトが優勝するために必要なピースだったね、うん、ですね、やっぱ彼が一番でずっと使い続けてもらって結果を出した、で塩見が打たなければ負ける、はい、塩見が打ったら勝てるっていうようなそういう時期も作ったんだよね、はい、だからそういう意味ではその期待によく応えたということで、うん、まあ、優勝もしたし塩見、はい、はい、そして最後外野手、最後はもう鈴木誠也、そうですね、まあ、ホームラン王に1本差、うん、で首位打者を取り出塁率を取ったという、安定してるな、
あ、目立たなかったけどさ、まあ、チームがオリンピックでもなんかボロカス言われてたじゃん、あの4番で大丈夫かみたいな、4番なぜ変えないんだって。そうそうそう、はい、でも最後まで耐え切ってね、うん、最後にホームラン打ったりだとか、はい、オリンピックを重荷を下ろした後にもうブレイクしてったよね、はい、あのその姿もすごく素敵だったし、うん、鈴木誠也かなっていうふうに思う。そうですね、もうあのざっと見て本当にあのあやっぱり取るべき人がベストナインを選ばれるんだな、プラスやっぱニューカマー、例えば塩見選手だったりとか、うんうんうん、小園選手だったりとか、まあ、牧とかね、はい、あとは清水投手もそうですけど、うん、まあそうだね、なんか新しいこの若い選手の躍動っていうのもすごく今年、うん、まあ目立ったけど、うん、はい、やっぱりジャイアンツが一人も入ってこないっていうのがね、そうですね、まあ俺らの時っていうのは必ずジャイアンツって何人か入ってたから、いや、そういうイメージです。イメージあるでしょ、はい、だからまあ時代も変わってきて、あのなんかいろんないい選手が散らばってるなっていう、うんうん、まあ、そんな感じがしたよね。そうですね、うん、だから、まあ、この中になかった栗林だとか、はい、ね、もうそうだし、まあ、中野も選んでないけども、はい、でも素晴らしい選手というかになる器だしね、はい、まあ、こう考えてみると、うん、まあ、ピッチャーだって青柳13勝だけど、はい、奥川が9勝なんだよね。あとそうですね、一緒に。これがローテーションに本当にしっかり入れるようなスタミナができて、できたらさ、はい、必ず最多勝を取るような、はい、あ、能力を感じさせてくれたしね、今年。そうですね。だからそういう意味では、すごくなんか、うん、あの若手がどんどん出てきてるという。本当に楽しみだよね。そうですね。はい、さあ今日はセリーグの一足早い、はい、ベストナインご紹介しました。はい、